戦闘機の前で記念に1枚パシャリ。次は燃料を忘れない。何の記念なんだよ。ノビ、今ノビの頭の中に直接話しておる。先生すげえ。でも他のみんなに聞かれたくない話って何だろう。廊下に立っとれ。直接言え。みんなビール持ってるけど、この人だけ仲間外れ。車で来た。運転手のテンション引く。夢をぶっ壊してください。白雪姫は膝の上に乗ってきたリスを。はーん、悪魔だ。私はあなたを知ってます。こわ、何これ。再配達10回目。そりゃこんな顔にもなるわ。何のポーズしてんのこのじいさん。左手に止まってたテントウムシが右手に移動中。優しい世界。たかしくんのどこがいいの、早く別れなさい。たかしくんはイケメンじゃないし頭も良くないけど、名古屋市長なの。そいつ噛み癖あるから気をつけて。この人たちはなんで立たされてるんだろう。私たちは眠ってる先生の頭をカッパハゲにしました。これは死刑。連続ドラマ迷惑スナイパー第1話。誤射。クソ迷惑。オペの最中に医師が一言。あ、ブラックジャック3巻で読んだところだ。真剣ゼミじゃねえんだよ。あ、マスクしてください。それ今どうでもいい。あって言ったら焦ります。お前ぶっ飛ばすぞ。あ、やっぱり俺のプリン食ってやがった。それ確かめんのに腹切ったのあんた。あ、確定申告やるの忘れてたわ。それはダメ。ちょっと待て、この人パンをマスク代わりに使ってるんだけど。食パンマンのコスプレが雑。もはやコスプレの冒涜。いいからよこせ、お前の全部。ババ抜きのルールを知らない。そこ負けるやんけお前。セクハラ刑事の決め台詞を教えてください。尻に触れても法には触れるな。いや尻触れた時点で法にも触れてるんですけど。セクハラ刑事の決め台詞を教えてください。浴びろ浴びろ浴びろ。今バズってる人。セクハラ刑事の決め台詞を教えてください。さあ心のブラジャー外して全部さらけ出せよ。何を言ってんだこいつは。セクハラ刑事の決め台詞を教えてください。君の瞳を逮捕する。眼球ほじくるぞ。何も言わないつもりですか。キスしますよ。早く行った方がいいぞ。何も言わないつもりですか。家の中にテレビがあるか入って確認しますよ。 NHK の集金人だった。母ちゃん心配すんな、関取になってすぐに帰ってくるから。関取になれば親戚にも顔は立つし、俺も胸張って帰ってこられる。だから関取になるまで辛抱してくれ。親子の感動の別れのシーンですね。耳が遠くて何言ってんだか。もう台無しだよ。